向こうの上位に来ました。マスターが生きててよかったなと思います。無観客ライブということで、本当にどなたもいないので感染のリスクはないし、あとは、安定化二酸化塩素という消毒液をたっぷりかぶってきました。コロナが収束した後にみんなが戻れる場所をみんなで守れたらいいなと思います。では一発目からオリジナルで「記憶の中のオレンジ」っていう曲をやります。いきます。誰かが喋ってたりとか、ギャーギャー笑ってたりするから、もしかしたら無観客ライブの方が
いいのかもしれないななんてちょっと思っちゃってました。ごめんなさい。マスターと二人きりだからな。やばいやばい。あとはこれからね、レコーディングして取れたての一番新しい曲で、ひとりぼっちの魚っていう曲です。またオリジナルやらせてください。寂しいなって思ってて、友達がフッサのライブハウスを盛り上げるためにこう YouTube 始めたんだよとか言ってて、私たちも南郷さんに何かできることはないかなって、みなみちゃんといつも話してるんだけど、でも実際何もできなくって、でも歌を歌っていけばいいのかなって思って、だからみんなもね、完全個室というか完全
一人でね、これって無観客でできるから安全だし、ぜひみんなも今日は私予約するんで、あのライブやりますって言って、うん、その輪が広がっていったら、うん、コロナが収束した後に南郷七丁目は残ってるなって思って、うん、思います絶対大丈夫、イエーイ。では最後の曲にしようかな。オリジナルの曲も一回やります。 R っていう曲です。大好きだった男の子に捧げる曲なんですけど、ちょうどこの時期だったんですよね、聴いてください。Thank you.
ありがとうございます。あともう一曲？あともう一曲か。そしたら。もう一曲は何がいいかな、何がいいか、何がいいかな。光と影とっていう曲なんですけど、この曲も、いいことがあったら悲しいことがあるんだけど、悲しいことがあった後はまたいいことがあって、こうブランコがこう右に行ったり左行ったりするように、今コロナで嫌なことがこうやっていっぱいあったら、終わった後に次に相当いいことが待ってるんだろうなっていう思いで、光と影とっていう曲、これもオリジナルなんですけど、最後に行きたいと思います。
顔が映っちゃったよ本当に。